健之介役とリミコスケです。皆さんこんにちは、かげろう役早水梨沙です。こんにちは、おぼろ役の水木奈々です。ということでですね、はい、今回は、はい、1巻2巻以来の、はい、登場となります、はい、水木奈々ちゃんをゲストにお迎えして、はい、よろしくお願いします。多分待ってたと思いますね。みんなが、ね、言ってあげてくださいね、いろいろメッセージ的なもの。いきなりですか、うん、いきなりです。どうもというわけでね、はい、こんな感じで、はい、楽しくやっていきたいと思いますので、はい、最後までよろしくね、はい、お願いします。はい、ということでクローズアップのコーナーでございます。はい、うん、これはですね、はい、おぼろというよりも、はい、水木奈々個人としてのね、うん、はい、そちらの方で語っていただきたいなと。はい、わかりました。じゃあ行きます。はい、恋愛の何について、まあ、もうなんか恋愛感でもいいし、うん、例えば好きになっちゃうとこうなっちゃうみたいなね。あ、最近ほらツンデレとか聞くじゃないですか。はい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 、はい、でも、うん、私は割とそのツンデレと呼ばれるタイプかもしれないですね。本当、うん、なんか奈々ちゃんツンデレ説、奈々ちゃんツンデレ説やばいですよ。違う、あのなんか、うん、好きな人をやっぱり二人っきりになると、うんうん、なんか、うん、こう甘えたりとかしたくなるんですけど、うん、みんながいる前では絶対にそういうのを逆にすごい冷たくなります。じゃあ例えばお付き合いしてる人がいたとして、はいはい、それをみんなで飲んでます、ね、はい、ご飯食べてます、はい、この場 で周りももう知ってますと、はい、じゃあこの2人は、はい、でも別にここでは別にここではあのすっごい遠い席に座ってみたりとか、うん、他の人と私話すわ話すわっていう、うん、それはでもツンデレというよりも、はい、恥ずかしがり屋さんみたいな。なんですかね。でも片思いの時とかはまさにそうで、あ、逆に、あ、そうなんだ。もう絶対に、あ、来たと思ったって。だから、俺嫌われてるのかなみたいな。そうです。逆に嫌われてると思って実らないことが多いですね。なるほどね。ね、感じですね。あ、そうなのか。皆さん。だって、じゃあ2回目いきます。はい。よいしょ。今度は強く。はい。あ、いい。いい感じ。そうですね、私、うん、もう本当デビューしたばっかりの頃なんですけど、うん、はい、アルバイトをまあしてまして、うん、で、まあ、一生懸命頑張ってたんですけど、うん、その当時ずっとアルバイトのみで、うん、生活してた妹の方が収入が多くて、で、イベントにどうしても出なくちゃいけなくて、うん、衣装が必要だったんです、はいはいはい、その時は妹にを買ってもらってました。収入の多い妹 妹にごめん、出世払いでっていい妹さんじゃない。あの妹さんですよね。あの妹です。ちょうどまだあれですよ、シングル、2枚目ぐらい、うん、ヘブンノーズって曲があるんですけど、それぐらいまではずっとバイトしてました。メインがバイトの収入みたいな。そうですね、うん、はい、それもちょっとさ秘密ですよね。むしろそっちそ普通にアルバイトしてましたね、全然、うん、俺も昔ファミリーレストランでバイトしてた時に、はいはい、あんまり出来がいいんで、はい、キッチンだったんだけど、はいはい、社員にならないって言われたもん。でもそれは私も某 M ドナルドの社員になるところでした、うん、人には過去というものがありまして、はい、そんなもみんなもね、今たとえなんか目指してるものがあってアルバイトに明け暮れててアルバイトばっかりでどっちがメインの仕事なんだか分かんないよと思ってもですね、うん、あるわ、頑張っていればいつか夢は叶うんだと思います。はい、綺麗、はい、にまとめた。はい、ということで以上クローズアップのコーナーでした。バジリスクベストシーン、はい、ということで楽しみですね、はい、じゃあ、はい、まずはですねこちらのシーンをどうぞ。いかなる傷もやがて薄く傘侍とこれは傘侍ですよ。生き返るとその名実さんすごかったなこれ、うん、まさか私一緒にやるとは思わなかった。大体ね別になったりするからね、うんうん、痛い。いや、しち、てん、ぜん
とは、お主の名ではないのか。悪口じゃ。ねえ。貴様、確かに。かような傷、不死の身にとっては、飲みの食ったようなものであろう。ちょっとかゆいね。かつて伊賀にもお主のような実際もの死に方って多分、うん、忍びとしては一番屈辱的なんだろうね。屍さらしてるからね、うん、しかも侍でしょ相手。負けさせて。普通なら負けることはないだろうね。貴様は サイモンさん、いっちゃいました。ね、痛そう。きついよね。一番なんか激しく死んでったなっていう。うん、そうですね、うん。なんだろう、結構さ、他のキャラってさ、あんまり余韻を残さないでしょ。はい、あっさりでしょ、うんうん。サイモンが一番なんか、その後結構喋ってたりとか、うん、長いんだよね、うん、そういうシーンが。なので結構ね、ここは印象に残ってますね。そうですね。じゃあ続きましてですね、はい、こちらのシーンをご覧になってください。どうぞ。左衛門殿、何を。エッチエッチですよ。わしは妻だ。このままで己が女にしたと偽った。まこと、おふく一行の心を売るには。これも私も妄想してるんですよね、うん、このシーン。源之助様をね。そうそうそう、うん、じゃないと殺せないからさ。そうそうそう、忍法できないからね。違う。左衛門殿ではない。これは、この男は薬師寺天禅。なぜこやつが。あー、いやらしい。めっちゃ悪い顔してるよ。あげろ。妄想です。すいません、妄想しました。ゲンノスケ様。いつもよりキラキラしてるよね、ゲンノスケ様もね。イメージカットだからね。あ、死んじゃった。悪い顔のまんま。はい、うーん、ということで面白シーン、ね、どうなんですか、オタク様の天禅は。本当もうしょうがない人です。すいませんね、もう長く生きてんのにさ。本当ですよ、ちょっと学びなさいよって感じですよね。あまりにもね、ちょっと早見さん自身も言ってたもんね。ちょっとは勉強すればいいのに。あと、もう動いてる人たちね。ね、本当、うん、面白い。この絵も面白いんですけど、収録の時は本当に面白かったですよね、なんかね。みんなね、横に並んで。まあでも正直、うん、このシーンとかってあのオンエアできるのかなと思ってたから、うん、なんかここまでちゃんと描いてくれて、うん、すごい嬉しかったですね。逆にね、うんうん、やるからにはっていうね、うんうん、はい、ということで、ね、はい、続きましては、うん、22話の方からですね、うん、こちらのシーンをご覧になってください。どうぞ。なんとかたどり着きましたよ。あ、違うな、まだだ。何をするの。またもうどうしようもないですね。本当だ、本当にどうしようもねえな。こういうことばっか思いつくんだよね。どうやら陰信を催した時のみ、その一瞬だいたい悪い顔をした時はそういうことを考えている顔なんですよ。我らの交わりを解くと見せつけ、顔だもん、毒を漏らし始めたところで、あなた様の覇言の瞳にて、全然、お前という男は。おぼろ様、今宵つばがくれを出て何日目じゃ。そういうのは計算してたんだ。そんなことだけはしっかりしてる。
晴れて夫婦で駿府入りを果たしましょうぞ。いや、いやじゃ、おやめ、やめぬか天聖。どうしようもない天然、うん、パート2にどうしようもない、なんかそういうことばかりには頭が回る。そうですよね、ちょっとひどいと、しっかりしてほしい、しっかりしてほしいって言われた。情けないですよね、本当伊賀の代表になろうという人がそういうことばっかり考え、実質的なリーダーだからね。そう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 、おげんさんが亡きやつね。でも2人とも被害者ですよ。そうですよ、もうね、のんびりね、月とか見上げてる場合じゃないですよ。、うん、早くこいつの。でも多分考えてたのはおぼろのことだからね。でもそのおかげでおぼろちゃんだってね、あんな目にあって。そう、何やったじゃん、何やったけれどもさ。とりあえずは、うん、大変なんだよ結構。遠かったし、どちらか変な子供とか出てきちゃったから、ほら。そうそう、せっかく幼児爺さんが読んでくれたのに、うん、子供出てきちゃった。縦札を。しんのすけだっけ。しんのすけ、ね、わしは源之助だって、うん、そんなうまいことを言って誰が言ったか。早く言ってやれよみたいな。本当だよね、あれもちょっと痛いシーンが続いたね。辛いでしょあれやってて、ギャーって。あれ確かね、うん、確かこのバジディスクの、うん、確か如月兄弟が出る回の収録の後に収録だったんですよ。あ、そうだから着物で行ったんだけど、そうだ、このシーンだけは絶対こうね、ここがお腹が緩くない、緩くないとおかしいな。締め付けちゃいけないと思って、もう速攻着替えて、気づいたら靴を忘れてて、でも草履でやるわけにはいかないので、しょうがないから裸足でやった覚えがあります。ここ、続きましてはですね、うん、最後にこちらのシーンをご覧になってください。どうぞ。ムロが兵馬に仕込まれおったか。はい。道術を使えぬお主。あ、ちゃんと忍者刀なんだね。抜け侍にも劣るというもの。まっすぐだしね。うん、天然もちゃんとあれば結構強いんじゃん。まあ、俺目見えないけどね。でもほら、兵馬仕込みの心の目があるじゃないですか。はい。いやでも余裕ですよ。このチャンバラの長いのはアニメオリジナルだからね。うん、悪いかも。ここの鳥も結構なんか大変だったね。だって絵が分かんないんだもん。正直な話さ。命乞いせい。ウヌの態度次第では半死半生にて駿府へと引き連れ、大御所様へ目通りの後、存命の限りわしとおぼろ様の傍らに転がしておいてやらんこともない。悪い話ではあるまいが。何がいい話なのかが分かんないよね。命乞いしてなんでそんな目に遭わなきゃいけないのか。生き地獄。ひどいな。怖いな。どんどん人相変わってきたね。やなこったい。この地獄と申すものがあるならば、死してこの世に生まれ落ち200という余念。ああ、そうなんですよね。離脱の救済を欲することかなわぬままに、この天然が相撲ておる狭間の世こそまさに地獄なり。死ねないっていうのもかわいそうですよね。今の人誰なの？天然父ちゃん。父ちゃんだね。甲賀の。ああ。
ということで、まあ、天然にもいろいろあるということはね、分かりましたけども、はい、まあ、だからってねやっちゃいけないことは確かにね、分かるけれどもみたいな、天然名台詞集みたいな作れるもんね、多分ね、相当あると思いますよ、ね、多分誰よりも喋ってるんで誰よりも名台詞が多い、そちらの方もね期待していただいて何に、分かんない、出るかもしれないじゃん言っとけばね、出るかもしれない、そう、まあ、そんなことを期待しつつですね、はい、以上ベストシーンのコーナーでございました。はい、こちらのコーナーではですね、はい、皆様からいただいたメールを紹介していきたいと思います。忍者佐藤さんからいただきました、はい、ありがとうございます。もう、はじめまして、そしてバジリスクの声優の皆様方、こんにちは。こんにちは。 DVD、初回限定版で全て購入しております。ありがとうございます。ありがとうございます。私は当初おぼろちゃんとホタルビが好きでしたが、今はおぼろちゃんが一番です。あ、嬉しい。なんか初めて、ね、あの前振りだとねここに来て、ここに来てホタルビが好きです。理由は優しい、素直、可愛いということと、水木奈々さんが声を担当していて、より一層可愛いからです。声優の方が可愛い人がいるなんて初めて知りました。あー、どうしたらいいんでしょうか。私逃げなきゃいけない。私は外国映画および忍者関係のものが大好きで、今回のバジリスクは本当に素晴らしいです。アクション、恋愛、エロティック、家族愛、怨念、忍者の奇想天外な忍術、音楽、ストーリー、声優の方々のマッチした声などなど、実に素晴らしいです。さて、特典 DVD で映画化してほしいというお便りがありましたが、私も同感です。できれば映画版では死闘する相手を変える、または最後は悲しくならないようにおぼろちゃんと源之助が結ばれるなど、思考を凝らしぜひ映画化してほしいです、お願いします、だそうです。なるほどね。この間ね、ちょっと脚本の武藤さんとお話しした時にも、やっぱり CD ドラマとかでオリジナルで、でもつながってなきゃいけないでしょ、そのちゃんと、ね、はいはい、全然違うことはでアナザーストーリーにはできないから、本当に難しいって言ってた。だからもうそれこそ、ドリフのもしもシリーズみたいに、あ、はいはい、もしもなんとかだったら、そういう方がいいって言ってた。じゃあ、もう一回いきたいと思います、はい。スタッフの皆様、こんにちは。こんにちは。兵庫県のジョニー中野と申します。こんにちは。僕のエリアはテレビ放送がなかったので、DVD 発売日が本当に楽しみです、本編を見終わった後、復習のできるバジディスクも大好きです、はい。さて、僕が好きなキャラクターはズバリ男性では源之助様、ありがとうございます。女性ではおぼろ様です。おお、よかった、やっとやっと2人、やっとね、2人揃ってきたね。ついにこれまでは地味にラブラブ路線だった源之助様の同術が発動して、本当に嬉しかったです。最高の演出でした。傷ついた小四郎をそっちのけで源之助様を追ったおぼろ様の一途さにも胸を打たれました。本当に大和田なでしこを絵に描いたようなおぼろ様も大好きです。他のキャラとしては兵馬が好きです、現時点では僕自身はアニメ版の兵馬の道術は見れていませんが、発動が待ち遠しいです、道術3人組に乾杯です。トリオですよ。はい、どうも。絶対無敵だと思うんですよね、うん、おぼろがまず先手でファンってやって、あっってなった時に、見ようって言えばね。いや、嬉しいですね。嬉しいですね。ここに来てね。ここに来て、ね、やっとね。一言ながら。よかった。どうもありがとうございました。ありがとうございました。バジリスクの方はこれで募集の方終了になるんですけども、引き続き公式ホームページの方ではお便りの方を募集しておりますので、皆さんそちらの方にどしどし楽しいお便り送ってくださいね。今日の上司ね。今日の上司、本当どこかね、絶対入ってるね。何気に彼毎回いたんじゃない？あ、そうですね。あれ？あれ？誰だ？ありがとう。ああ。
毎度毎度ね。毎度毎度ご苦労様ですね、忍者たちも大変だわこれ。でーん。おお、音楽について語れ。なるほど。前回私が来た時より進化してませんか？なんかこの辺にちょこんって書いてあったような気がする。ここだった。すごい。ね、これかねーっていうね。進歩してる。わー。勉強しました。ではですね、前回の時にはね、主題歌について語っていただいたので、はい、今回はですね、この作中の音楽24本、全部書き下ろしですから。そう。すごいですよね。すごいことだよね。だって、1週間で上げるってことでしょ、単純に考えて。毎週毎週、まあ、前もってね多少はあったのかもしれないけど、はい、でもあれだよね、確か絵コンテが上がってその時点からやっと作り出すっていう作業だったはずだから、こういうお話で、話でこうでこういうシーンでっていうのが、でもなんかやっぱり、うん、プロット自体が上がってないことには役者の芝居にも合わせたいっておっしゃってて、なんかよくアテレコにいらしてたんですよね、うん、そうですよね、それを聞いた上で、そうそうそう、だからもうね、や芝居の盛り上がりと音楽の盛り上がりがすごいシンクロしてて、うん、俺は音楽でいうとやっぱり、まあ、どれもそうなんだけど、はい、まあ、まだねこの時点で言うのもあれなんですけど、最終話とかもさ、やっぱりね、最後のシーン、本当に最後の最後のところ、二人がプーっていく、あの流れとかさ、そうなんです、もうあそこはダメですね、もう何回見ても、ね、でしょって、あの二人が対峙してからのあの流れ、一連のすっごい盛り上がって、そうなんですよね、ほら伊賀の人たちが最初に甲賀に攻めてきた時の向こうあたりのちょっとあの念仏っぽい、あそこのが超かっこよくて、もう兄様大騒ぎですよ。曲自体にすごい説得力があって、なんか普通なんか歌物って割とこうメッセージが伝わりやすかったりするんですけど、 BGM ってただ心地よく流れてるだけみたいな時って結構あると思うんですよ。でもバジリスクの音楽ってそうじゃなくて、もうその音楽を聴くともうすぐその映像がパッて浮かんでくるっていう、もうすごいこう意志のある音っていうか、ね、だから本当にそのある意味演者的なところにのポジションにあったんじゃないのかなと、あの発想力ってすごいですよね、サントラに入りきれないぐらいの曲数ですからね。そうそうそう、本当にサントラ3枚も出ちゃった。だって1枚目が出た時になんかみんなであれは入るかなこれは入るかなっていう話をずっとしてて、まあ主に兄様ですけど、で2枚3枚と発売する、もうあの兄弟が一番お喜びみたいなね。本当にねすごい曲数ですけども、ね、ぜひサントラで全部なってますからね、はい、そちらの方、はい、よろしくお願いします。見てください、はい、ということで以上お題トークのコーナーでした。はい、続きましては陰陽座さんのコーナーでございます、はい、今回はどんなお話なんでしょうか、どうぞ。皆さんこんにちは、陰陽座のベースボーカル又旅です。ボーカルの黒猫です。基本的に甲賀派なので、もう伊賀のあの面々に関してはどうしても敵チームっていう感じで見てしまうんですけど、まあ物語的にもやっぱり冒頭で先に伊賀のチームが忍別帳をちょっと隠して騙し討ちするとこから入るので戦いが、まあ、どうしてもちょっとこう敵っぽい感じがしてしまって、僕にとっては敵チームっていう感じですね。まあ、ちょっとこう若い女性そして男性でこう綺麗だったりかっこよかったりする人が多いので、なんかこう華やかな印象は受けるなっていう、元気で可愛くてっていう感じはするので、まあ、敵チームなれどなんかこうね、個性豊かで素敵な人が揃ってるなと思います、はい。まあ、仕事ができる云々っていうのも大事なんですけども、やっぱりその私をこう楽しくサポートしてくれる人がいいなということで、もうこれはホタルビにお願いしてですね、休憩時間とか暇な時間がいっぱいありますよね、待ち時間、そういう時にヘビとか虫とかねこう出してもらって遊ぶと、なんかちょっとマニアックなね、ちょっとホタルビちゃん浴衣びわ羽衣出してよみたいな、はいどうぞみたいな、そういうのいるんだよそういうのが。これはあれですよ、もう一番すんなり明け絹ですね。
一番秘書っぽいじゃないですか。あの実際あのおぼろのねちょっと世話係みたいな感じで海外しくやってるでしょ、うんうんうん、あの感じがねあの社長何時にあの会議でございますみたいな感じで社長なんだ社長で秘書といえば社長でしょ社長以外で秘書が持てる職業ってあるの？あ、そっか、そうだ。あるか。いろいろある、ね。はい、あの僕としてはね見どころというかねポイントが一つあって、うん、あのサブタイトルがね、うん、帰国収集っていうタイトルなんですが、うん、これはあの陰陽座の曲にね、うん、組曲黒塚帰国収集っていう曲があって、うんね、あのこれはねあの偶然ではなく、うん、多分こうまあもともと帰国収集ってあるもともとある言葉なんですが、うん、あの嬉しいじゃないですか、うん、偶然だとしても、うん、でちょっとこうね、うん嬉しくほくそ笑むところが見どころ、うん、見どころっていうポイントですよ、うん、なるほど、はいはい、まず、2枚組の、陰陽座のライブアルバム陰陽ライブという2枚組のアルバムが、発売中で、あとライブ DVD 珠玉演舞という、これはあの、2006年2月25日の中野サンプラザ公演を丸ごとノーカットで、収録してある、ライブ DVD なので、もうまさに陰陽座のライブってどんなもんじゃろかいっていう方にですね、そのまま見ていただける作品になってましてこれはぜひご覧になっていただきたいなとそして全都道府県を回るというツアー生きることと見つけたりというタイトルのツアーが、今観光中でしてお近くに現れた時にはぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますのでぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで陰陽座さん、はい、どうもありがとうございました。はい、また大切な仲間が一人行ってしまいました。はい、今回は甲賀万事谷衆如月左衛門さんお一人です。はい、如月左衛門さんを忍んで献杯献杯献杯。まあね、ある意味、我が甲賀方ではですね、多分一番活躍した人なんじゃないかと。そうですね。そうそうそう、活躍もしたし、うん、悩む部分を一手に引き受けてくれたのかなっていう。一番なんかドラマがあったような感じが。だって源之助様は悩んでるのは悩んでるんだけど出さないからさ。そうですね。妹との名シーンもあり。あった、あそこの開けた。ね、もういい役ですね。ねえ、かっこいい。やっぱ人気高いもんね。そうですね。本当に惜しい人を亡くしましたよ。はい、一番痛い死に方でしかも。はい、はい、それでは如月左衛門さんのご冥福をお祈りいたします。まあね、あの今回、はい、いろいろ怒涛の展開ですね。もうここのところずっと、うん、そうなんですよね、うん、しかもなんか話をずっと続いて続いてなんで本当に気になるね、時間が本当に、はい、で奈々ちゃんは久しぶりに、はい、来ていろいろ変わってましたけどいかがでしたか。いや、やっぱりあの相変わらずお二人に、うん、いや、なんでもないです。なんか楽しかったです。甲賀強いな。2対1だからね。本当ですよ。はい、ということでですね、ここでですね、はい、恒例のバジリスク、はい、はい、まずは私から。はい、はい、ボールドがハゲトでへこむ波多野くん源之助。しかも間違えてた。まあこれでもねへこむからわざとですよ。やめてあげて。よくあったんですよ、この作品がね、はい、アニメ化されるってので雑誌とかに載った時に、はい、あのキャストが載るじゃない、はい、波多野くんいつも間違えられてたんだよね。そうだったんですね、うん、これはですね、ちなみにあの21話2話
まあ、なんかいたんですよ、カゲロウになんかうむうむ言ってるねボールドってあの吹き出しがパクって出るんですけどね、それに合わせて僕たちやるんですけど、それがですね、普通大体みんな侍 A とかね出るんですけど、そういう場合はなぜか普通侍 A とかなのに波多野くんのやったやつだけハゲって出ててずっとで、彼がまたそれを見てへこんだという、僕のハゲって出るんですよ。はい、では続いてまいります。たれ知らじ踏みしめる花とえはたえ、まあこれは、うん、どういう歌、あのほら看板のところとかでもね、もう知らないわけじゃないですか、こういう、うん、状況、あの、うん、水面下でこういう、うん、ことが起きてますよ、めちゃめちゃ殺し合いしてるっていう、うん、誰も知らないまま、うん、その我々の死の上に歴史が作られ、うん、って言ったのだな、英単みたいな、そんな感じです。じゃあ続きまして最後オチですね。オチじゃないですよ。でもオチでしょ。まあなんかそんな感じになってしまいましたが、では天然のエロさに呆れる早見さん。そうだった。早見さん自身がおっしゃってましたね。そうなんです。あれだけ生きてて、もう女の人の遊びは飽きただろうと、なのにまだ彼はそんなことを言っている。呆れるよねっていうことを。その辺は腑に落ちなかったでしょうね。早見さんのポリシーに反する生き方をしてる人だったんで、天然多分。早見さんの美学、ね。美学がないよっていう。はい、ということで、はい、お送りしてきましたけども、うん、次回はついにですね、はい、23話24話ということで、うん、最後ですから時間もまた楽しみにしててくださいね、うん、はい、はい、ということで、はい、時間までさようなら、はい。